諦め。あのラルバは。素晴らしい、素晴らしいぞ。この力があればひとごとき虫けら。いいな、怪人に過ぎぬわ。ひどいですね。敵も味方も混乱して組織だった行動が取れていません。ラルバがいるにもかかわらずか。しかしあのラルバは。おかしいですわ。この砦が簡単に破られるわけが。ずっとずっと私たちを守ってきた砦ですのよ。さやね、さやねか。おお、良いところに帰ってきた。オサ、無事だったのですね。魔物の侵入を許すなんて一体何があったのですか。突然襲ってきたのだ。奇襲をかけられたのですか。ですがそれでもこの砦が破られるわけが。奴ら皇帝を保護にしよった。わしらを襲わぬという取り決めであったのに。ちょっと待ってください。魔物と約定を交わしたとそうおっしゃるのですか。嘘だとおっしゃってくださいな。そんなバカな話あるわけありませんもの。落ち着きなさい。今はこの状況を何とかする方が先よ。ですが、そうですわね。すみません。あなたは下がっていた方が良いのよ。もう大丈夫ですわ。みっともないところをお見せしました。では行きましょう。幸い敵は組織だった行動をしていない。劣勢になれば撤退を始めるだろう。小隊ごとに分かれ敵を格好撃破していけ。これ以上奴らに好き勝手させるな。見つけたぞ虫けらが。やはりお前はこの前の。殺す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 。死ねえ虫けら。気をつけろ、様子がおかしい。あれはもはやラルバではない。わかっている、行くぞ。この機を逃すな。続け。ありがとうございます。続きなさい。いくよ。力を貸してください。you
滅する。私ですか。この機を逃すな。続け。する。
機を逃すな。続け。
無益な戦いは望まない。引いてくれ。この機を逃すな。続け。まだまだ、これからよ。以前とは比べ物にならない強さだ。なんだこのまがまがしき力は。死ね虫けらどもが。来るぞ。Ah!
間に合ったようだな。アルツェッサ様、どうしてここに？どうもこちらの方面に怪しい動きがあるという。しかし独自に組織された部隊にしてはよくやっていると思っていたのだが、残念だ。人の心は弱い。それは我らラルバも例外ではない。所詮絶対神以外に絶対なものなどこの世には存在しないのだ。でなければ神々の争いなど起こるはずないのだから。第一の戦いは最高神レニオンと闇夜の王カオスの確執が原因だったという話ですが、まあな、神、それも兄弟であるのに生臭い話だ。が、だからこその私やお前たちである魔物どもなのだ。それはともかく、魔物どもがこちらの大陸を狙う気持ちはわからなくはない。フラルテルラとフィンダステを比べればよくわかることだ。一度向こうの大陸に足を踏み入れれば、どれほどこちらの大陸が素晴らしいものか。誰しもより良きものを手に入れたがるものだ。険しくはあった山脈を隔て目の前にそれがある。絶対に越えられぬ障害でないのであれば、どれほどの犠牲を払おうとも越えてみせるだろう。事実、闇の軍勢は山脈を越えてこちらの大陸に現れているのだからな。そのようなもの、闇に屈した言い訳にはなりません。ここはお前の郷里ということだ。お前が裏切ったわけはないだろう。もしそれでも自分に非があると考えるならば、強くなることだ。彼らの分までな。もとよりそのつもりです。ここは私に任せろ。お前たちには重要な使命があるのだからな。では後のことはお願いいたします。ジークさん、私に少し時間をいただけませんか。おさと話しておかねばならぬことがございます。わかりました。魔物どもと約定を交わし、闇の軍勢を手引きしたのですか。なぜ、なぜこのようなことをなさったのですか。どれほど辛くとも、我らは屈せず戦ってきたではありませんか。それは、我らの誇りにして教授、よもやそれを簡単に手放したのですか。自らの保身のために。さやね、我々はもう疲れたのだ。いつ終わるともわからぬ戦続きの日々に。さやねは悔しゅうございます。我らの誇りは、我らの矜持はどこに行ってしまったのですか。さやねは、さやねは情けなくて悔しゅうございます。生き残るためだ。これしか方法がなかったのだ。では我が身かわいさに、その結果他の村や町が犠牲になるのは良いとおっしゃるのですか。私たちと何の関係もなければ、どのような傷を負っても良いと、そうおっしゃるのですか。愚かしいにも程がありますわ。恥と知りなさい。
それでは鬼と変わらぬではありませんか。では誇りにすがり死ねというのか。そんなものいくら貫いても腹は膨れぬぞ。そうは申しません。世情が理想で回らぬのも理解しているつもりです。ですがあなた方の身勝手である森が焼かれそうになりました。私たちとは何の関係もない者たちが暮らす森です。幸いそれは阻止できましたが、そこに私がいたのはせめてもの行幸というものでしょう。しかしそれは結果に過ぎません。なぜ関係のない者が我らの煽りを受けねばならぬのですか。おさ、そして皆も納得されたのですか。己のために他を犠牲にする道を選び、そのように納得されてしまったのですか。我々が生きるためには仕方のないことだったのだ。さやねは心底失望いたしました。たとえこの身が朽ちようとも心までは朽ちとうございません。さやねは最後まで人として生き、人として死にとうございます。今日の嘆きはいつかどこかで起こるはずだったもの。今日のこの悲劇は犯した過ちが自らに返ってきただけのこと。自業自得と考えるがよろしいでしょう。誰のせいでもありません。自ら招き寄せたのです。それをご自覚ください。おさ、今日まで長くお世話になりました。目をかけていただいたご恩忘れませんわ。ですがさやねはもうこの里に情を抱けません。私は私が愛しく思う方々と共に参ります。さやね、二度とこのようなことがないよう世界を変えてきます。連れて行ってください。よろしいのですか。さやねにもう帰る場所などありません。あなたが決意されたことです。今さら口出しはしませんが。ならば今は参りましょう。待って、まだテトラが来てないから。むすひの土、あれはただ天のあままし、みちみとと、あれとはたらにむくゆべし、はやなりませ、はやなりませ。ここの土も邪気に当てられたのですね。大丈夫、傷は浅いよ。ここは丈夫な土地だね。そうですか。テトラちゃん、あの魔物はここから入り込んだようです。ごめんなさい、もう少しであなたの故郷を。腹綿が煮え上がって干からびるほど肉々しい限りだね。で、なんであなたが謝るの？それは、私は、山岳の民は、みんな、私の家族のようなもの。いくら縁を切ったと言っても、やはり士族の過ちは、
私の過ちですわ。ん？でもさやねえ関係ないじゃん。テトラちゃん、行きますか。ええ、トリマー遺跡は現在モンスターの巣窟になっており、誰も近寄りません。奥には守護者もいると聞きます。十分に注意してまいりましょう。サヤネさん、大丈夫ですか？お気遣いありがとうございます。大丈夫ですわ。こちらを右に行ったところにあるんですよ。さよ姉さん、そっち左。嫌ですわ、私ったら。お箸を持つ方ですから。もしかして病気忍者？そう、そうですわ。では皆様、参りましょう。本当に大丈夫なんでしょうか？かなり怪しいわ。先頭歩いてくれるか？ライデカ、